ビルとベンはトップハムハット卿の下で働くいたずらな双子の機関車だ。彼らは凍土掘りの作業所から港の操車場まで貨車を押したり引いたりしながら忙しく往復している。彼らは一緒にいるといつも何か楽しいことを思いつき、作業員にいたずらをしては喜んだ。でもそれが時々騒ぎのもとになるのだった。ある朝、トップハムハット卿がやってきた。ビルとベン、大事な荷物が操車場に着いた。他の機関車を手伝ってくれんか。はい、わかりました。彼らはその大事な仕事を喜んで引き受け、操車場へと向かった。僕が操車場で休んでいると聞き慣れた汽笛が聞こえてきた。おやおや、あの双子たちだ。またろくなことがないぞ。君がお疲れだってトップハムハット卿が言ってたから手伝いに来たのさ。相変わらずだな。でも君たちの悪ふざけには慣れっこだよ。ま、よろしく頼むよ。双子の機関車は忙しく働き、重い貨車を押したり引いたりしながら頼まれた場所へ運んだ。やっとその日の仕事が終わると双子たちはワクワクした。初めて転車台を使うことになったからだ。最初にビルが転車台に乗った。ビルが全然降りようとしないので、係員が転車台を止めた。次が待ってるから早く降りろよ。ビルはしぶしぶ降りた。しかし係員はうっかり転車台の方向を間違え、ビルは向こうからベンがやってくる線路に降りてしまった。2台の機関車は急ブレーキをかけやっと止まった。2台ともお互いに睨み合ったまま動こうとしない。僕が最初に来たんだ。でもここは僕の線路だ。君が引き返せよ。やだよ、引き返せ。やだ。トップハムハット卿が怒った。二人とも言うことを聞かないと、もうここには連れてこんぞ。翌日もベンは機嫌が悪かった。ビルのやつ、転車台で僕の線路に入ってくるなんて全く間抜けな機関車だよ。僕が聞いたところじゃどっちも悪いんじゃないのか。ふん、きっとデタラメな話を聞いたんだろ。双子の機関車たちは一日中お互いの悪口を言い合っていた。最後には人の良いエドワードまでが我慢できなくなった。二人が愚痴ばっかり言ってると操車場が気まずくなっちゃうよ。まったくだ。でもいい考えがあるよ。僕はエドワードにある計画を話した。それをエドワードの機関士がトップハムハット卿に伝えた。よし、早速やってみよう。翌朝、トップハムハット卿はビルとベンを呼んだ。母校が港に特別列車を引いていくことになった。母校の重い貨車を大使船から二人で一緒に引っ張ってきてくれんか。でも喧嘩中の二人は口ごもった。お前たち二人を頼りにしてるんだ。僕一人でやるからいいよ。どうぞご自由に。ベンは貨車をつないで引っ張ろうとした。でも貨車は重すぎて一人ではなかなか引っ張れない。早く引っ張れよ。できない。二人は笑い出した。ベン、この仕事は交代でやるより二人で一緒にやった方がいいんじゃない。ベンも喜んで賛成した。お互いに助け合うことは素晴らしいよね。でも何よりもまた仲良くなれたのが一番だけど。